ではですね、本日は捕食について説明をしていきたいと思います。捕食ってなんかよく聞きますよね、スポーツしてたら。まあ、その説明をしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。ではね、資料を作りましたので、こちら読んでいきたいと思います。捕食ですね、3食バランスよく取ることが野球選手にとって重要ですが、それに加えて捕食という考え方があります。特に第二次、成長期にある選手は1日に必要とされる栄養素がとても多く、朝、昼、夜の3回の食事だけでは取りきれないことがあります。そんな時必要となる栄養素を補うために取ることがですね、捕食と言います。むやみやたらに食べることではないですね。必要となる栄養素を補うことを捕食と言いますので、どんなね、捕食をどんなタイミングで取っていけばいいかっていうのを、伝えたいと思います。これね、知ってる、私も知ってる内容結構あったんですけども、知らない内容もあったので、知らないというか、勉強になったね、なんとなくはしてましたけど、勉強になったことも結構あったので、ちょっと参考にね、してみてください。はい、ではこちらですね、ちょっと文字がね、多くて見にくいかなと思うんですけれども、そこはもうご了承ください。はい、ということでこちらですね、捕食は取るタイミングによって適した食べ物が変わります。例えば練習、試合前に取るのであれば、ハードなトレーニングを乗り切るために身体のエネルギーとなる炭水化物、糖質ですね、を多く含むものを取ると良いでしょう。練習とか試合前ですね、ハードなトレーニングを乗り切るために必要なものはですね、おにぎりとか、おにぎりやあんパンなどが最適な食事の一つです。また練習試合後ですね、次は試合後に取るのであれば、練習試合による疲労の回復を促すために、炭水化物糖質とタンパク質が組み合わさったものを選びましょう。例えば、果物ですね、100% 果汁ジュースでもいいですね、やヨーグルト、チーズなどの乳製品が適しています。このタイミング以外でも不足しがちなカルシウムなどのミネラルやビタミンを補うために、乳製品やフルーツを補食として摂ることをお勧めします。なので練習前とか試合前はおにぎりとかアンパン、なんかアンパンいいみたいですね、アンパンとか、そういった炭水化物を多く含むものがいいということ で、試合後ですね、練習後、試合後は炭水化物とタンパク質ですね、疲労が溜まってますんで、タンパク質が組み合わさったものがいいということですね。今説明した通りですね、ジュースだった、100% ですね、100% のジュースとか、ヨーグルト、チーズとか、乳製品とか、そういったのもいいですね、カルシウムも入っているし、乳製品、フルーツを食べるといいと言われています。では次ですね。そういったね、ゼリーとか、なんかいろいろね、そういうのも売ってますからね、今コンビニとかでも、そういうのも活用するといいですよね。
はい、また栄養補助食品と呼ばれるサプリメントも様々な種類が出ています。練習後に素早く栄養補給したい時や遠征先などで取りづらい栄養素がある時に活用するのが良いでしょう。うまく活用することで文字通り理想的な食生活を補うことができます。トップ選手の中でもこの補食という考え方は浸透しており、練習試合後にすぐプロテインなどを摂取しタンパク質を補給したりしています。食が細くてなかなか量を食べることができない選手も補食でそれをカバーすることができますので、一つの考え方として参考にしてみてくださいという内容ですね。プロテインとか、まあね、食事からね、あの栄養士の方とお話ししたときはやっぱり食事から取るのが一番だけど、やっぱり量がねそんな食べれない時もありますよね。あのその栄養素をギュッとね、あのサプリメントとかプロテインとかね、そういうのにギュッとねこう詰まってるものを摂取すると、まあ、効率よくですね、あの、まあ、タンパク質とかそういったのを、まあ、摂取できるので、まあ、よく見ますよね。あの野球に限らず運動、ね、筋力トレーニングした後に、まあ、プロテインを飲んでる人とかいますけどね。そのプロテインもね、いろんな種類がありますので、スポーツショップとかに行って説明を聞いて買った方がいいですね。まあ、いろんな種類ありますからね。成長とかも関係してくると思いますから、まあ、どういったものを取ればいいのかですね。で次ですね、補食についての次の説明ですね。1番、おにぎりですね。炭水化物、まあ、これは、練習前とか試合前に取ったらいいと言われているものですね。おにぎり、炭水化物、糖質が豊富でかつ腹持ちもよく補食に最適、これよくどこのチームもやってますよね。で運動前は消化をするための具材が少ないものですね。で運動後は鮭や砂などのタンパク質が取れる具材が入っているものを選びましょう。あ、なるほど、確かにそうですね。おにぎりでも具を変えれば運動後確かにタンパク質の入っている魚とかね入れれば確かにタンパク質取れるので、どっちも取れますね。で運動前は消化もね、あまりこう腹持ちのいいもの具材をこうおにぎりに入れる、まあ、別に何も入れなくてもいいのかなとも思いますし、まあ、そういったのを、そうですね、確かにおにぎりっていうのはいろいろ使えますね、具材によって。で、まあ、準備しやすいですね、おにぎりはですね。で次のアイテムというか補食の内容ですね、内容、まあ、食材ですね。まだ2番、乳製品ですね。乳製品、まあ、ヨーグルト、まあ、牛乳とかもありますけど、まあ、やっぱヨーグルトが結構おすすめですかね。まあ、タンパク質のほか不足しているカルシウムを摂取することもできます。で、まあ、練習後とかに、まあ、ヨーグルトを食べるといいと言われてますね。まあ、成長期にもねかなり関係しますからね、ヨーグルトとか牛乳とか。乳製品は骨にねしっかりカルシウムがいって身長を伸ばすね一つの食材になりますからね。結構乳製品、僕はもうまあ、僕がっていうのも、まあ、変なんですけど、まあヨーグルトがね好きだったんで、家に帰ったらヨーグルトに、まあ、切ったバナナが混ぜてあって、よくそれをタッパーで食べてましたけど、まあ、体すごい大きくなりましたね。やっぱそのおかげなのか分かんないですけどね、まあ、たまたま好きだったんでね、身長も伸びましたよね。で次、3番、サンドイッチですね。
ハムサンドや照り焼きチキンサンドなど肉類が含まれているものはタンパク質も補うことができます。確かにサンドイッチも、まあ、具材によってねいろいろ変えられますね。まあ、便利な食べ物だと思います、ね。まあ、サンドイッチっていうのもありますよということ で先ほどね説明したアンパンですね。アンパン、はい、こちらですね。アンパン、多くの炭水化物過去糖質を補給することができます。アンは脂質も少ないので練習試合前の補食には最適ですってことですね。なんかアンパンが非常にまあ何を調べてもですね結構おすすめになってますね。脂質が少ないっていうのが、まあ、結構いいですね。炭水化物がしっかり取れて脂質が少ないっていうところですね。で、まあ、食材の、まあ、最後の説明にはなるんですが5つ目ですね。オレンジジュースなどの 100% 果汁、あるいはバナナとかですね。バナナも結構食べてるイメージありますね、球場とかで、簡単に炭水化物を摂ることができますですね。オレンジジュース、まあ、100% のジュースだったら別にね何でもいいと思うんですけどね、まあ、オレンジジュースがよくおすすめになってますね。これ当然ね運動する選手が補食するわけであって、運動しないね監督とかコーチ、まあ、ノックとかするのも運動に入るのかな。普通、まあ、野球選手じゃない人、僕の指導者ちょっとかじってましたけど、僕なんかが捕食したらただ太るだけですからね。炭水化物ただ取ってもやっぱり体を動かす人が、あのエネルギー、体にねあのエネルギーが不足していくので、まあ、捕食をしていいパフォーマンスを出すためにですね、まあ、取らないといけないものなん です、ね。まあ、練習後何を取るか、練習前何を取るか、しっかりねあの考えて食材を選んでいただきたいと思います。で、栄養士からですね説明があった内容としては、基礎体力を高めるためには土台となる体作りが必要不可欠です。練習やトレーニングと適切な休養、そして体を動かすために欠かせない栄養についても必要な栄養素をバランスよく十分に摂ることが大切です。野球選手は練習や試合で激しく動くため、3食をしっかりと食べることに加えて練習前や試合後を中心に補食をとって必要なエネルギー源を中心に補うようにしましょう、ね、これが補食ということですね、まあ、むやみやたらに、ね、何でも口に入れればいいっていうのが補食ではないですからね。いろんな種類を見ないといけないというところですね、まあ、これがまあ栄養士、まあ、あと3枚ぐらい説明があるんですけども、まあ、栄養士からの説明で、まあ、私もね栄養士の資格をねまだ取りには行ってないんですけども、まあ、いずれねちょっと取ろうかなと、まあ、どんな練習よりもこの栄養っていうのが体作りで一番ね大事なことなので、食べ物が本当に大事なんで、ここは勉強した方が僕はいいかなと思っているところです。ちょっと見にくいんですけども練習前のタイミングでは運動中に消費されるエネルギー源を補給するっていうのが目的で、糖質を中心に摂るようにしましょう、摂るようにしましょうですね。で、消化吸収にはある程度の時間がかかるため、小分けにしたおにぎりやパン、バナナ、100% 果汁ジュースといった比較的に早くエネルギーとして活用できるものが適しています。
カロリーやエネルギーを補給する栄養補助食品などを準備することもいいでしょう。また練習をしている時に汗をかき、体の水分やミネラル分が奪われていくため、水分補給や塩分補給、まあ、かっこタブレット、まあ、塩飴とか塩昆布などの準備しやすいものですね、そういったのも合わせて行うようにしましょうという内容です。まあ、こういったね、細かい補食の、ね、内容を、まあ、いろんな動画でも上げてる人はいるとは思うんですけども、どうしてもね、野球の練習中にこういった説明ができないのがやっぱ悔しいというか、悔しいんですよね、本当。時間も取られますから。なんでこういうのを家でね、見てたら、まあ、指導者の方々も、まあ、わざわざね、グラウンドでね、10分、20分取って説明しなくても済むので、まあ、こういった動画をね、作って、まあ、自分のために作ってるんですけど、まあ、僕自身の、ね、ためにも作ってるんで、まあ、あんまりね、周りのことは考えてはいないんですけど、まあ、一つね、参考にしてもらえればと思います。で、次ですね、練習後に補食を取るときは、失われたエネルギー源の補食と傷ついた筋組織を修復するための栄養素を合わせて取るようにします。これは糖質と合わせてタンパク質を含む食材を選ぶということです。具体的にはおにぎりの中でもタンパク質を含むもの、まあ、鮭とかツナマヨとかカツオ、納豆とかですね、まあ、そういうのいいですね。とかサンドイッチではハムや卵などが入ったものなどですね。またどら焼きや羊羹といった和菓子には、小豆が含まれるため、糖質と合わせてタンパク質補給にも役立ちます。一口サイズのチーズや飲むヨーグルトなどはタンパク質に加えてカルシウムの補給にもなります。おにぎり食べてチーズ食べてヨーグルト食べてねすれば完璧ですね。なんかあとはね、もう自分が好きなのをね選んで食べれば、まあ、続くのかなと思いますし、まあ、子供のね好きなものを選んで、まあ、親もね与えてあげれば、まあ、子供たちのためにもなるのかなと思います。野球の技術っていうよりも、まあ、当然技術はねもう指導者が知っておかないといけないというか、まあ、指導すると思うんですけども、こういった食事のサポートっていうのが親の方々ができるとすごくいいですね。まあ、家とかでは見れないですからね、こんな何食べてるとか、練習中ね何持ってこいとか簡単に言えないですからね、やっぱ作る準備するのは親なんでね。はい、では最後ですね、これ、練習後の補食は夕食に影響が出ないように350カロリー前後を目安とし、おにぎりを、まあ、1個か2個と飲み物ぐらいですね、350って言ったら、小腹を満たす程度に留めておくことも大切です。補食でお腹を満たしてしまうとボリュームのある夕食が十分に食べられないということも考えられるからです。大量のタッパーですね、かっこまたはおにぎりに、生卵、味噌汁といった組み合わせの補食は栄養バランス的には問題ありませんが、できればですね、この量を練習前後に分けて取るようにして、あくまでですね、夕食までのつなぎという意識を持って補食っていうのを活用しましょう。ただ闇雲にね、山ほど1回でね山ほど食べるからといって、まあ、逆効果なんで、練習前と練習後に分けるとか、一番はもう朝昼晩ボリュームのある食事をとって、そこで
その合間にですね、補っていくっていうのが補食。ただ、やっぱり指導者としては家でどれぐらい食べてるのかとかわからないのでね、もうグラウンドで、まあ、強い高校とかもよくやってますよね、グラウンドで炊飯器で、ね、米炊いていっぱいご飯食べさせるっていうのを本当やってるチームもありますから、間違いではないですね。まあ、寮だったら、私も野球部の寮でしたけど、寮だったら、ね、嫌でも、ね、こう食べさせられるって言っていいのか分からないですけど、まあ、食べさせられるんでね、まあ、指導者は無理にね、補食で食べさせなくても問題ないのかなとは思いますけどね。まあ、こういったことがですね、補食の内容になります。次ですね、一回ね、ここで区切って、次がですね、このスポーツ栄養という内容ですね、まあ、食生活について、補食ですね、補食の内容をもう一つ伝えたいと思いますので、またですね、そちらもご覧ください。以上です。